紫陽花に、ホトトギスズジガさん、ヨサブ損失日本語の俳句とは、記号及び五七号をもとした定型を基本とする、定型詞である。江戸時代には17文字と呼称され、現代では17音とも表記される。和歌や、レンクの北句と同様に、俳句は発生の時点で無きの作品も存在しており、無期俳句と言われる。有機定型性を写象する形で派生した自由律、俳句もある。 また、多くの外国語でも俳句は作られているが、外国語では、季節感のある言葉でも、季語の本意、本情が成立しがたく、しかも五七語では切れや季語が生きる短さにならない、言語が多いため、日本でいうところの無機自由律俳句が多い。世界最短の定型詞のうちの一つとされる。俳句を読む人を俳人と呼ぶ。俳句は近世に発展した文芸である、俳界連画。 略して徘徊から生まれた近代文芸である。室町時代に流行したレンガの遊戯性、庶民性を高めた文芸が徘徊で、17世紀に松尾芭蕉が出てその芸術性を高めた。中でも単独でも鑑賞に耐える、自律性の高いホック、すなわち地ホックを数多く読んだことが、後世の俳句の源流となる。明治時代に入り、正岡四が幕末から、 明治初期のありふれた作風を月並俳句と呼んで批判し、1893年に場所雑談、連敗非文学論を発表、ホックは文学なり、連敗は文学に日図と述べ、徘徊からホックを独立させた。これ以降、俳句の子が一般に用いられるようになった。季語や期間を持たない無期俳句や定型からの自由を目指す自由律俳句も、 主観の追求という点で共通するため俳句に含むのが一般的であるが、それらを俳句と認めない立場も存在する。また、英語などの非日本語による産業史も俳句と称される。日本語以外の俳句では五七五のシラブルの制約がなく、記号もない場合が多い。現在では日本語を母語としない者が日本語で俳句を作っている。そうした俳人には、現在マブソン西岸、 ドゥーグル・ジェイリン・ジー、アーサー・ビナードなどがいる。日本の歌の伝統を引き継いで成立した俳句は、五七五の伯による言葉の調べと季語とキレによって短い歌でありながら、心の中の情景を大きく広げることができる特徴を持っている。国宝の極楽三条土寺と、場所区姫路中期、正岡式は、近世以来の月並み、をして、を、 作句の根本に置き、自己の実感から生ずる新しい歌火を見出そうとして、廃止、ホトトギスを観光主催した。式のもとに集まった人々は、日本派と呼ばれ、廃壇の主流となった。これらのホトトギスの活動は、廃句革新運動と呼ばれている。しかし、ホトトギスの死後、日本派は、高浜巨子と川東壁後藤の二派に分かれた。巨子は、ホトトギスを主催し、 伝統的な基題や定型を守る立場を取った。一方の壁後藤は、写生主義をさらに徹底させ、自然干渉における個性的な実感を重んじる、立場を取った。巨子の配布は、壁後藤の勢力に圧倒され気味で、巨子自身も、ほととぎすも一時は俳句を退き、写生文や小説に力を注いだ。壁後藤の門には、大須賀を辻、小木原聖泉水。 中塚一匹郎らがあった。お辻は写実を象徴に深めよと説き、神経向俳句の呼び名を生んだ。壁語等は、無中心論を唱え、主観的な心理描写を重んじた。この傾向をさらに進めた聖泉水は、記号無用論を唱え、さらに否定形の自由律俳句を主張した。放浪の俳人、尾崎宝斎や、種田三刀家、プロレタリア派の栗林一石郎は、 生鮮水の門である。彼らは神経口派と呼ばれ、帰還し、騒音を相関したが、その後、慌ただしく離合集散を繰り返した。対象の始め、一方の巨子は再び廃壇に戻り、神経口派と対立して、期大、提携を提唱した。巨子ははじめ主張的傾向が強かったが、次第に客観者性の傾向となった。さらに、 課長風営を解くなどその工夫が変遷したが、常に廃談の主流を占めた。この派には、村上騎乗、飯田田骨、原関帝、前田フララをはじめ、昭和に入っても、高野スジ松本隆史、山口清村、富安風生、川端坊ャルの優れた廃人を輩出した。ホトトギス派の保守的な作風に対して、同派の水原修央氏は、主観的助情を重んじる立場から、 新たに足火を創刊した。同じく山口聖子も新時代感覚による主治的構成を唱えてこれに同調した。こういう振興俳句運動に呼応して吉岡全児道の無機俳句や日野草城のモダニズム俳句などの俳句革新の動きが起こった。昭和10年代に入ると振興俳句の主張は素材論に過ぎないとし、俳句は 我はいかに生きるかという意識を深めるべきものとする、人間探求派というべき主張が起こった。中村草太を加藤修村、石田派京らである。また大正から昭和にかけて、女性俳人の進出が目立った。杉田久女、三橋隆女、中村定女、星野達子、橋本隆子、石橋秀野らがいる。敗戦後は、桑原武雄の、 第二芸術現代俳句についてによって、端子型である俳句の限界が指摘された。それを契機に、伝統俳句と信仰俳句とが積極的に交流し、新しい俳句についての精察が深まった。総合し、俳句が創刊されたことも、流派を超えた活動のために役立った。1947年には、吉岡全児童らを中心に、交互俳句運動が起こった。 翌1948年には山口聖史の天狼が新鮮国立な俳句精神の発揮を目標として根源俳句説を提唱した。斉藤三期、平畑聖堂、秋元藤雄らがこれに参加した。また1953年には俳句の中に社会的人間を発表しようとする社会性俳句論が起こった。これらの論争はその後長く続いた。 安保闘争の前後は、前衛俳句が、盛んになった。金子東太の造形俳句論、意識の造形などが話題とされた。これに対して、叙情の回復を叫ぶ、リアリズム俳句、期大論も起こった。前衛俳句は、全教闘運動が鎮静した1970年代には、急速に沈静していった。俳句という最短死刑のハラム、可能性が、 様々な立場や切り口から探られている。伝統と前衛、古都、社会、風営と造形、死と生活など、廃壇の動向は一言で尽くしがたい。流派、傾向に関わりなく、21世紀初頭の廃壇で活躍していた廃人には、森住を、石原康雄、三橋敏夫、藤田昭子、高羽修行、上田五千国、和田五郎、川崎天、広史。 夏井芝んや、佐藤鬼房、飯田竜太、田島和夫、石、元太、長谷川海らがある。なお、女性の進出は目覚ましい。第二次世界大戦後すぐに、細見綾子、野沢節子、桂信子らが登場して、以来、津田清子、稲畑帝子、中村園子、和下二七子、岡本瞳、熊谷愛子、黒田京子らがいる。また、 現代の廃人は結社に所属しているものが多い。現在では、黒田京子主催の愛生、石勘太主催の炎館金子東太主催の海ほど、田島和夫主催の記事、中原道夫主催の銀貨長谷川海主催の古史、小沢実主催の沢小川慶州主催の高、有馬秋冬主催の天衣などの活動がある。1989年、伊藤園が、 伊藤園大井を茶新俳句大賞開始。1998年には松山市で全国高校俳句選手権大会が始まった。俳句甲子園に初回から参画している夏井い月はプレバトの中で2013年11月に開始した芸能人の俳句の才能査定ランキングで俳句を査定しており、俳句ブームを牽引している。2012年4月から NHK 俳句の中に、初心者向け俳句講座、俳句サクサク、を開始同月、俳句王国の後継で始まった、俳句王国が行くがすべて地方での公開収録となるなどの影響もあり、老齢化し、減少が続いた、俳句人口にも変化が見られる。俳句とは何かという、本質的問いに対する答えは多数存在する。俳句には次の特徴がある。 俳句は定型詞であり、五七五の韻律が重要な要素となっている。この韻律は、解音説という日本語の特質から必然的に成立したリズムであって、俳句の制約とか規則と考えるべきではない。五の部分が六音以上に、または七の部分が八音以上になることを字余りという。例えば、場所の分けして、たらいに雨を聞く夜かな場所は8.75で、 上語が八の字余りである。その他、字足らず、熊たがりなど5.75定型に収まらない作品も、ある。さらに、俳句は、定型詞ではないとしていく一律を唱える自由律、俳句も存在する。和歌の時代からの伝統であろうが、字余りが許されるのは、母音内詞発音が含まれる場合が多い。それは、母音及び発音が、音の一単位としては、 少々短いためと思われる。例えば本位を、ほいと表記する伝統は、発音が一音としては、不足していることを表すだろうし、阿行で活用する動詞が、特一語なのも、母音だけでは、語として、何某かの不足感を、その当時の人々が感じていたからではなかろうか。俳句にとって、季語は、大きな役割がある。季語を必ず入れなければならないとする勇気派から、 季語よりも期間が大切とする、期間派、無期でも良いとする無期容認、無期俳句が、旧来の俳句的上手を打破するという、無期派まで、様々な考え方がある。松田博文は、俳句に、季語はあってもなくてもいいのでしょうかそうではありません。はっきり言って季語はあった方がいいのです。俳句にとって、季語は、大きな役割を果たします。季語は象徴となるイメージを与えてくれるのです。 これを連想力と言ってもいいでしょう。また時間と空間を大きく広げる役割があるのですと言う。また橋本正は2006年3月の現代俳句、境界青年部勉強会で、季語の現在本位の変遷と生成、その未来の基調報告を行い、そこで、本来の季語、このように、総じて有機定携派よりも、向き、自由率に目を向けた俳人の方が、 より深く季語の役割について考えを進めている。有機絶対派は季語、期題があればいいとして、かえって緊張感を変えているとも言えよう。また、徘徊のホックはその場に対する挨拶の意味を濃厚に含んでいたからであるとするが、現代の俳句は徘徊のホックとは異なるものとして発展してきているので、徘徊のホックという説は説得力を持っていない。季語が、 季節の情感を表現していたかといえば、断輪の徘徊などではかえって季語を期間と切り離すことで、笑いを生み出すものとしていた部分もあった。また、季語といい季題というが、それぞれの用語には、それぞれの関わりがある。NHK の BS 放送でも、季語というか猫とうたと、季題という稲畑帝子とが、しばしば激論を交わしている。もともと季語、季題という言葉は、江戸時代にはなかった。 場所の言葉にも、季節の一つも探り出した乱は後世に置き、賜物となりとあり、この季節とは、季語、季題のこと。その他場所はすべて、季と言っている。大胆に要約すれば季の題を読むとする立場が、季題。それでは、季題趣味に陥るとするのが、季語派である。徘徊では、最初に読まれる北クは後に続ける、輪菊や大楽の動機となる必要がある。 そのためホックには脇区に依存しない簡潔性が求められた。そこで編み出されたテクニックが切れである。うまく切れたホックはキレがあると評価され重視された。例えば有名な場所の区古池屋買わず飛び込む水の音場所では古池屋の後で一呼吸区の流れが切れている。これは切れ字の矢による効果である。読者はその一瞬の休符の合間に 作者を取り巻く環境や、作者の思想、感情、情念、背景などを勝手に想像してしまう仕掛けになっている。このテクニックが、キレと呼ばれ、17文字という限定された語数で、言葉に、形と質感を与える効果を持つ。さらに、季ごと相まって句に余韻を醸し出す。このような、キレは、現代の俳句でも重要なテクニックの一つである。切れ字は、 強制的に句を切るために使われる助詞のことである。現代の俳句でも使われている切れ字には、かな、や、けりなどがある。俳句以前のレンガ、徘徊の時代には、もがな、し、ぞ、か、よ、せ、れ、つ、ぬ、へ、ず、いかに、じ、け、らんなど、さきの3個と合わせ、計18種類の助詞、助動詞が使われていた。助詞の他には、名詞で切れることが多い。 しかし、切れ字がなくても、切れが成立することもある。例えば、馬蕉の弟子、巨来は、巨来将、古実の中で、こんな、馬蕉の言葉を紹介している。切れ字を入る句は句を切れためなり、切れたる句は字を持って切るに普及。未だ句のせつれる触れ切れを縁作者のために、先達字切れ字の数を定まらる。この手への字を入れては十二七十八は、おのずから区切るなり。 残り23は入れて伏せつくまた入れずして切る句あり、切れ字に用字は48字みなせつれ字なり、不用字は1字も切れ字なしとなり、つまり場所によれば、切れは、句の内容の問題で、切れ字がある、なしの問題ではないということである。現代俳句では、切れ字の使用率が低下しており、切れが不明瞭になっている。福本一郎は、俳句の構造を、切れ字、切れではなく、 五十七、五、五、七十五という主部、飛躍節部というブロックで考える飛躍節部論を唱えた。福本によれば主部と飛躍節部が一縷のイメージで繋がっていれば両者の距離が離れていればいるほど面白い俳句であると言う。この言葉自体は高浜巨子のものであるがその起源は馬将の句までどることのできる俳句の特徴の一つである。馬将の門人、土方は 三冊子の中でこれを見るにつけ、聞くにつけ、作者の感じるままを句に作るところは、すなわち、徘徊の誠であると表現している。江戸時代には、客観や写生という言葉こそないが、徘徊の誠というのは、死意や虚偽を廃し、対象をよく観察し、傾聴して、そのありさまを十七文字で表現することに全力を傾けるという意味である。例としては吹き飛ばす石は、 浅間の野分けかな場所が挙げられる。ここには、浅間山に登る場所の感想などは、一切述べられていない。しかし、浅間山に吹く、野分けの凄さを、石まで吹き飛ばすと表現することで、読者は、荒涼とした風景とともに、こういう表現を選ぶ場所という人物の面白さをも、かえって十分に感じることができるのである。川柳も、俳句と、 同じく徘徊に起源を持つ五七五の定携詞だが、徘徊レンガの冒頭のホックが独立した俳句と違い、川柳は付け句を前句から独立的に干渉するようになったもので、ホックの性格を継承しておらず、そこから俳句と対照的な特徴を有する。水原修王氏が俳句の作り方で、注意六条近畿八条を提唱した。まず、俳句を読むとき、意を注ぐべき六条は、 以下のようなものである。仕事を捉える分量をあきまえる省略を巧みにする、配合を工夫するわかる用語を使って、丁寧に読む省略については、俳句では17文字という、限られた音で表現をしなければならないため、不要な言葉の省略が重要視される。体言止めにより、動詞や助詞を省略したり、助詞で止めて、後に来る動詞を省略したりすることが多い。また、 予測可能な言葉を省くことにより、余韻を残したり、時間的な間を表現することにもなる。次に、俳句を読む時で避けるべき八条は以下のようなものである。無気の句を読まない、重気の句を読まない、空想の句を読まないや、かなを併用した句を読まない、字余りの句を読まない、感動を露出した句を読まない、感動を誇張した句を読まない、模倣の句を読まないこれらは、 もちろん、水原修王氏の見解であり、特に向きの句に関しては、様々な議論がされている。その他の技法として、本家取りを挙げる。これは有名な既存の俳句や短歌などから言葉を流用し、限外に元歌の内容を表現する技法である。例えば、見渡せば山本霞すむみ川から、山本霞を流用し、限外に水瀬川を示すなど。また、 くまた割という技法もある。これは意味的な切れ目を五七五の音の切れ目とは異なる場所に持ってくることでリズムに変化を与える。俳人の一覧も参照俳句は今日非日本語圏においても広く授容され創作されている。英語圏の国々において盛んに読まれているほか、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、クロアチア、スロベニア、セルビア、 ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、ロシア、中国、ペルー、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、ブラジル、インド、バングラデシュなどでも工作が行われている。台湾、ブラジルには日本語で俳句を読む者も,も多い。日本語を母語としない者による最初期の俳句としては、朝鮮通信誌の役官や通じらによる、江戸時代中期のものが知られており、また、 オランダ人のヘンドリック・ドゥーフが19世紀初頭に俳句を書き残している。これらはいずれも日本語による草区である。20世紀初頭にはアメリカの野口米次郎や佐田吉ハートマンが英語による俳句を発表し、イマジズム詩人たちの間で関心を持たれていたが、学習院大学等で教弁を取ったレジナルド・ブライスの紹介により本格的に知られるようになった。著名人では、 ラゴールやオクタビオパスなどが日本俳句の翻訳や母語による苦作を試みている。ビートジェネレーションにも大きな影響を与えた。アルゼンチンでは明治後期に日系人移民が持ち込み、ホルヘルイス・ボルヘス、フリオ・コルタサルといった現地の著名な作家も俳句に影響を受けた試作を行った。英語俳句は産業17音節で構成されるのが典型的であるが、 1.24行のもの、16、音節以下のものも珍しくない。英語俳句においても季語、キレを入れるのが通則とされている。飛行風土の違いもあって季語には日本語圏にはない。文物、習慣も多く採用されたり、習慣 ST によるルールのように季節感を盛り込むという程度で季語の規定がなかったりするケースもある。切れ字はないが、句頭点や疑問符、簡単符、 ダッシュ等の使用により切れを明示することがある。例、古池や川津飛べ込む、水の音アンォールドクワイエットポンド、エーフロックジャンプスイントゥーザポンド、スプラッシュ、サイレンスアゲイン。日本語文中で、王語による俳句を、俳句、俳句などと表記することもある。中国語による俳句は、寒俳と呼ばれる。寒俳は5時、7時、5時の三行17時で構成するのが一般的である。 寛杯には、確率体と自由体とがあり、確率体は文言を用い、表則、応印の決まりがある。自由体には、表則、応印はなく、白和文を用いてもよい。例、古池や川津飛べ込む、水の音感弱古池方々、青がえる飛べ樹水中王、ボクツ一、聖教。非日,日本語での俳句においては十七音節では、言葉数が多くなってしまうという意見もあり、 俳句としての簡潔さを追求するためにより少ない音節での苦作を試みる動きもある。ありがとうございます。